特に個人的に素晴らしいと思ったのが右サイドハーフにいた今野和也選手。優れたアジリティ、テクニック、パンチ力のあるキック、そして独特のドリブル突破は見ていて楽しいものがありました。さらに試合終了まで走り続けれる運動量も持ち、本当に素晴らしい選手だなと思いました。法政大学出身でインカレでベストミッドフィルダーを獲得するという経歴を持っている今野選手。個人的に左利きであり、プレースキックを蹴ることもあり、さらに風貌も少し似ていることから、元日本代表のファンタジスタ中村俊輔にとても似ているなぁと思いました。